そうそうそう、それとね、まあ、一応ワードに入れてるからハッキングしようことはできるし、マイクロソフトに対して権力持ってるお方は見れるかもしれないけど、だけど、一度見ちゃったらね、あの、マルガリタ世界にあなた方現れちゃうよ、呼んだ人は。そういう前の意識って。マルガリタ地球が、まあ、この地球なんですけど、マルガリータのセルモ大陸ですけどね。まあ、マリ大陸って言ったりしてますけど。まあ、マルガリータになった地球が、あなた方を認識してしまうからね。あなた方が呼んじゃったら。一応念のため呼んどこかはやばいで。この地球もさやね、誰かが書いたゲートストーリーやね、うちを守るための。まあ念のため一応読んどこかって読んだら、まあ念のため一応しとこかの。霊系の人たちばっかりやろ、今。念のため一応、その、アスカルド・マルドゥクストーリーっていうかな。この、今皆さんが生きてらっしゃるゲートストーリー。めっちゃ弾かれるでしょ。うちも弾かれたもんね。うちが書いたんじゃないからね。うちを守るために、すごい巨匠たちが組んで書いてくださったんですけど。この世界で書いてあったんじゃないよ。まあ、外で読んだものはね、中でも書いちゃいますからね。で、だからその本読んだから中にその先生いらっしゃるの、うちの中に。で、中でまた書いちゃうの、その先生。まあ、そういう認識の仕方になってしまうね、地球っていうのは。土っていうのはね。まあ、やばいね。楽しい。そやけど、まあ、どうやったらクリアできるかじゃなくてね、どうやったら、あの、ゲームオーバーになれるんだろう、って。それは早めに知っときたいよね、って。脱出したいもんね。あんな心情、はにゃはにゃ、しーん、ってね。ピルリューって、さよなら。なるよね。